おはようございます。ですね、今新代田駅の近くにいるんですけど、ジローに行くぞーとかじゃなくて、今失踪してます赤崎さんの居場所がちょっと分かったということで、緊急確保です。緊急確保をします。これからこの3週間何があったのか聞きながらですね、ちょっと帰ってきてもらうように説得したいと思います。よし、イエス。近づいてきました。この辺りの家に潜んでるらしいです。これです。じゃあ静かに行きますよ。静かに。これ間違いないですか。箱です。赤崎太陽です。赤崎太陽やりました。ついに赤崎正幸逮捕しました。今のお気持ちをどうぞ。申し訳ございません。ちょっと待って、いいですか。誰も怒ってないです、別にけど、はい、めっちゃまずい状態にはなってるでしょ。なってます。我が家にもしかしたらちょ別の人が住みたいということをおっしゃってる方がいまして、このまま帰ってこないとですね、お荷物がちょっと全部なくなってしまうのではないかと。ですがそう簡単には決められることではないし、はい、まあ、一応マシマシ TV のこともあるから、はい、まあ、普通にやっぱりでも続けた方がいいんじゃないかなとは思ってるんですけど、はいはい、そのあたりどうでしょう。ちょっと今日聞きたかったのは、マシマシ TV をやめたいのかなっていうふうに俺と瀬尾では予想してたんだけど、そこら辺はどうなんですか。いや、それはないです。あれ、マジで時のビビりで。あら、じゃあちょっと見てる方にと続けますと。続けます。いや、まじ、いや、もうめっちゃ勝手なあれだけど、マジそれ、はい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 、はい、もうめちゃくちゃだけどそれ。まあ、続けますっていうのはおこがましいです。続けたいです。はい、はい、と、はい、わかりました。ただしですね、はい、続けるためには、はい、2,3 個ちょっと実はやってもらいたいことがあるんですね。はい、なんですか。一つはですね、メイヤイブスケさんを、それはマジですいません、ちょっとあげてほしい、はい、これはね、ちょっとイブスケさんもね、あげないとね、赤崎をイブスって言ってますんで、本当に。ああ、ちょっとイブされるな。まあ、実際には言ってないとは思うけども。二つ目がですね、はい、今年の抱負覚えてますか。ああ、何でしたっけ、嘘つかないでしたっけ。ああ、違いますね。あ、これ俺じゃねえわ。誰だ。歯医者に行く。あ、正解ですね。あ、それだったんだ。しかも、2月中に行くと。ああ、そうですね。何月ですか今。3月です、ね、3月ですね。歯医者に行く理由が、はい、髪型、食べ方にちょっと問題が出てきてるんじゃないかということでね。じゃあですか、歯の衰えによって麺が噛めずに、そうね、でそれでやめたがってるんじゃないかっていうもあるし、間違って買ってきてしまった猫の餌を本当に食わせられるのをビビって逃げてるんじゃないかと。いや、それはマジでやばいな。それじゃなくてもやばいんだけど、やるつもりは、うん、いや、やった。いや、あんたらが悪いじゃん。いや、じゃあのガチ目じゃないの。ガチ目じゃない。ガチ目じゃないんだけど、1歳未満の子猫用の餌を食べさせてる我々の猫に、はいはい、15歳以上の猫の餌買ってくるというね。まあ、ちょっとイージーミスをね。あとですね、はいはい、にゃんこの世話をしに戻ってきてはもらいたいかなという。あ、いや、そうですね、それは本当に、帰ってこないってことでうずらがね、ブチ切れて太り始めてます。え、はい、それ発育がいいんじゃない。それ赤崎が帰ってこない、もうムカつくわっつって食いまくってます今。あ、はい、忘れてはなかったんだよ。イブスケさんあげる、歯医者に行く、そしてうずらと仲直りしてください。ちょっとメンマはいいですね。メンマは気にしてないですあんまり、はい、なるほど。以上なんですけど、はい、ということになると新しい同居には来ません。来ないでほしいです。悲
ず歯を治したいと思います。よろしくお願いします。じゃあということでね、赤崎さんはこれから復帰ということでございますので、皆さんこれからもよろしくお願いいたします。はい、ラーメンチャンネルで初めてじゃないですかね、はい、こんなの失踪をした人を、ここまでもね失踪した人を追って、僕が失踪してる動画を撮りましたね。まあ、なるほどね、お楽しみ、なるほどって普通に感心しちゃってるんですか。以上、赤崎さん確保の瞬間でした。ありがとうございました。Thank you.